ゲーム、しょっぱなから違うゲームの宣伝っていうね。面白革命、カプセルで最新情報、迫り来るゾンビを殴れ。何が最新なのかわからんな。で、この右下に開発者ってやつがあるから、ちょっと押してみるか。この世界の隅っこでひっそりと暮らしながらゲームを作ってるらしい。皆さん見つけてあげてください。私の代わりに覗いてあげてください。で、このゲームね、見つけたって書いてあるでしょ？で、この真ん中の可愛らしい子がいるでしょ？ねえ、こっち見つめて、この子に見つからないようにするゲームです。いきますか。下の人が怖いけどね、もう。酸素ゲージがなくなると、しばらく隠れられなくなるよ。見つかりそうになったらタッチして隠れよう。これ長押しするんですよ。で、来るぞ。さあ、おい！えい！これね、スリルも味わえて、スリルも味わいながら、なんかガサガサしてんな。ちょっと遅れてもこれ、なんかおまけみたいな感じで許されるんだよね。ほら、来たでしょ？な感じでね。なんかね、これ、スッて消えるとき、なんか残像ちょっと薄く残ってるときあるんだよね。これがいやらしい。で、さっき言いかけても、もう忍者か。忍者？そんな出入りの仕方あんの？普通に来たな。もう回転寿司みたいな感じで、どうやって歩いてたの？うわ、うわ、いや、嘘つきって何が？どっちかと言ったら嘘つき、君だけどね。上と見せかけて、ま、手前から来たけどね。スリルも味わえて、これ反射神経も同時に鍛えれるっていう。もうテレビ、もう画面ごと消えた。画面奪われたんだけど。もうもったいないそれ、さっきから。再生してるし。普通に手前から来た。もうバレてるだしょ。バレてるだしょとか言って。もう、あのね、影、うわ、早っ。全部取っ払ってった。全部取っ払ってったんだけど。もうほんと忍者でやってること。早いし、しかも。畳の時早いの、バコっつって。さあ次はどっからなんかよく見たら助けて書いてんな。俺なんだけど助けてほしいの。来ないんかい。来ないし、壊すし。また盆栽？盆栽からそれはちょっと無理があるだろう。さあ次はどっから来る？もうテレビ多いな。テレビばっかだな。うおー、すっごいね。いろんな種類いるね。なに？次はお前だ。なんで？オールマイト。いや、なんか、二人羽織。ま、二人いなかった？うーい。ちょっと、大味になってきたんじゃないの？ほんとに、来なきゃ、ちょっと様子見られてたね。ちょっと、グーンってきた。グーンってきたね。あ、この時、なんか、今のね、今の時残ってる時も二回来た。おね、あ、これ。今見たみんな。うぃ。手前からも来るでしょ、これ。どっから来るかね、もう、あらかじめちょっと予想もしながら、こうやってね。だいぶ、あれ？結構いけてんじゃねこれ。すごくない？あ、これ。うわ、これね、どっから来るかわかんないやつね。うわ、左からかいて。上からか、そしてこの盆栽からかって、そして左からか、手前からかって、予想しながら。でもちょっとね、ちょっとおまけしてくれるんだよね。ちょっと優しいんだよ、この子。この子ちょっと優しいの。ツンデレかっていうぐらい優しいのね。あれ、これ残ってるでしょ？やらしいツンデレですね。なんか違ってくるな、それね。やめようか、この話。さあ、あとはどれだけ記録を伸ばせるかなんだよね。階段のとこにこんなお札貼ってたっけ？おい、もうなんか動揺してきた。状況、何その乗り物？その乗り物何？最新技術。もっと遊ぼうよ。しょうがないね。おじさんがもうちょっと遊んでみせ、なんか、全然違う世界線。死んでるだろう。その中に埋まってたら。何吸い込んでるの？ゴミ吸い込んでるの？なんで敵いるの？なんか味方になったし。これ何のゲームこれ？どうすんのこれ？あ、こうやって陣地を増やしていけってこと？何陣地って。なんで敵がいるのまず。いや、もうみんなほら、もうなんか吸い込んでる。なんか怖いな。怖いな、なんか。それで吸い込んで仲間にしたんだけど、無理やり。背負っても何その、重箱の弁当みたいな。あ、こういう感じ？なんか、楽しそうだね、なんかね。悔しいけどなんか面白そう。なんで悔しがってんだ、俺は。さあ、続きだ。油断するな。これ、始まってすぐやられるとかやめろよね、これ。いいからね、そういうの。面白くないから、別に。あ、俺、何それ。その、宇宙から来ましたみたいなのが早い。なんかだんだんスパンが短くなってきてないか。
これは見たことあるね。もう予想だにしない動きみたいなのあるかもしれないから。手前から来ました。うわ、戻してきた。襖を戻してきた。で、スーンってくるでしょ？んで、ちょっとうっとりするでしょ？うっとりじゃねえな。ちょっと透けてた。うわ、ちっちゃ！ちっちゃい一寸法師に憧れてんのか。で、普通に来るでしょ？で、透けないパターン来たでしょ？で、今度は盆栽。盆栽来たね。盆栽来て。次はどっから来る？お面か？いやいや、まあ、それ、もっと手前まで来いよ。で、このお面の時来ないね。お面の穴からこんにちはみたいなのあったはずなんだけど。もう体でかいよ。なんかでかくないこの人。これどう？記録更新だよ。すっごい拍手もらってる。拍手喝采だ。もうライバル多いな。あと上の山田孝之は何やってるんだ。お願い社長じゃないよ。おぉ、なんか称号くれた。かくれんぼ上級だって。俺結構、さっきちょっと練習したけどさ、こんないきなり1万とか行くと思わなかった。だって、1000とか、2000とかで死んでたからね。茶帯、白帯。で、これ来たら、黒帯、黒帯もらっちゃったんだけど。どうしよう、俺もう達人だ。逃がさない。束縛する霊が見つけた。よりによってなんか束縛系の、なんか、ヤンデレ女子に見つかっちゃった。どうしようみんな。助けてくれ。